平野紫仕様、インスタライブで男性ファン急増中。多彩さと笑いのセンスが魅力。飛べ遺跡後の活動に期待。こんにちは、読者の皆様。元ジャニーズ事務所の副社長、滝沢秀明氏41が設立した新会社、株式会社飛べ、トゥービーに合流した、元キングプリンスへの平野仕様26が注目の敵となっています。 8月14日、同社に移籍後、初めてのインスタライブ制配信を行い、その視聴者数は5分ほどで約36万人にも達しました。さらに、元 V6 三宅県44。 が、ライブ配信の部屋を訪れたり、現役のジャニーズタレント、詳細は不明、が、平野のスマートフォンに生電話をかけてきたりと、サプライズも盛りだくさんで、SNS を中心に大きな話題を呼びました。しかし、平野が渡米遺跡後に特に注目されたのは、インスタグラムのストーリーズでの質問開始コーナー、通称、質問箱、機能でした。 質問箱はユーザーからの質問を募集し、その質問に対してストーリーズで回答を投稿できる機能です。キングプリンス時代には個人の SNS アカウントの更新がなかったため、平野が直接回答してくれることにファンは大いに喜びました。さらに、彼の遠い側名の大霧的な回答もネットを中心に話題となりました。 男性アイドルであれば、もちろん女性ファンが多いことが一般的ですが、平野の場合、男性ファンも増えていると言います。男性ファンは平野のどんなところに魅了されているのでしょうか ?30 代の会社員男性アレイさん、ウェブエンジニアはこう語ります。音楽番組で見た一番のダンスと楽曲のかっこよさで平野くんに完全にハマってしまった元スティアラ。 金プリの男性ファンです。とにかくダンスが上手すぎるのと、男から見ても筋肉のつき方がバチバチにかっこいい。もともとバラエティで天然ボケな一面が面白いと思っていたのですが、笑いのセンスも抜群で男なら友達になりたいタイプですよね。 僕が本格的にファンになってから比較的すぐにグループから脱退してしまったので飛べ移籍後はインスタグラムを中心にチェックしています。質問箱の回答も平野くんらしさ満載で斜め上の回答ばかり、ショう。ギャグセンスも発揮されているし、男性ファンのアカウントで視聴している人も多いですよ。僕の周りの同僚も平野くんは熱いよね。 と話題に上ることもあり、男性人気は高いと思います。スターならではの超イブランドで固めたファッションも、密かな楽しみにしています。小、A さん。平野よりも若い世代の男子学生の間でも、その人気は高いようです。都内の私立大学でダンスサークルに所属する男性 FB さん、21歳はこう話します。 もともと僕は BTS や EXO などの K-POP が好きだったのですが、平野くんのパフォーマンスを見て圧倒され、YouTube で MV を見始めてからは完全にはまってしまいました。その後は母と妹と一緒にバラエティ番組に出演する平野くんをチェックするようになり、笑いも取れるし、どんなことにも真正面から挑んでいく姿にグッときました。 平野くんにはちょっとヤンキー感があるのですが悪い意味ではなくイケメンで頼れる地元の兄貴という感じが魅力的に感じるポイントですね。今もグループ脱退と事務所の移籍直後で大変な時期だと思いますがそこに果敢に挑んでいく姿を見ると男としても鼓舞されます。B さんパフォーマンス力の高さや天然ボケのキャラクター、ドラマでの公演と 平野は以前から男性のファンを多く抱えていました。個人のインスタグラムアカウント解説によってファンと直接やり取りするようになったことで、さらにファン層が拡大しつつあるようです。結論。平野市用のインスタライブが男性ファンをも魅了し、彼の多彩さと笑いのセンスが広く支持されています。戸部遺跡後の新たな一面をファンは楽しみにしており、 その地元の兄貴館にも魅了されています。今後も平野市用の活動から目が離せないでしょう。ご愛読いただき、ありがとうございました。